こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗力試練5、DX、ライブ配信始めていこうと思います。今回8回目の配信となります。前回で結構信長、親分の信長が半島を広げることできましたね。3つの、城を、ゲットいたしました。あとやっぱり秀吉、木下藤吉郎なんで、格上げして早く城を与えられるようになりたいですね。ということで、信長内の、階級アップに頑張っていきたいと思いますので、ぜひ見て応援よろしくお願いします。応援といえばぜひ、今回配信しているツイッチのアカウントフォロー、お願いいたします。チャットもぜひお願いします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後ですので、16日ですね、21時頃に YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録、高評価お願いします。マイ YouTube チャンネル This Live アーカイブアップ、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズビジット&フォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。じゃあやっていきましょう。1564年5月どっちが、こっちでいいや。さあ、奥さんのネネと、これってもう食べたんだよな。体力回復してるか食べ、意味がない。あと全用心棒は雇っておきましょう。襲われた時に不意に襲われることも結構あるんで、いいと思います。ちなみに表情は、そうか、これ義務はないんだ。ラブラブ度を上げていってもいいと思うな。しかしダメだ、手汗ぐらいしかラブラブ度を上げられる可能性のあるものはない。あとは廃墟を推挙だけど、廃墟自体が少ないからな、無駄足だった。あとはそう、鍛えるんだ。鍛えるべきだろう、近くへ行って。もちろん堺に行ったりして、稼ぐのもいいけど、今ターンは鍛えることを中心にやりましょう。技術指示、ああ、ダメだ。そこまで仲良くなってないんだ。残念。やっぱり、ここ、本当の心は開いてもらえてないな。あかん。北畑。神戸。あ、よかった、よかった。神戸は前回滅ぼした、北畑家の家臣ですね。剣道家臣じゃない家臣。とか言ってたら、本当見る人減っちゃうよね。技能指示をどんどん、ああ、ダメだ。ちょっと待ってよ。一番でも技能指示してほしい人って、武田信玄なんですよね。でも、信玄は、答えてくれないよな。味方じゃないと無理なんかな。信玄と家康、あ、家康だ！家康って、今、岡崎城にいるんだよな。家康滅んでないはずなんだな。あ、自制力か。殺
家康、家康、家康。あれ？いやいや。配下だから。あ、違うわ。こう並べた方がいいな。悪名が高まってる人も結構いるな。なしっていうのもいる。だからこの辺が浪人ですね。あの仲愛することも可能ですね。ラブラブ度もあるからな。吉氏って小田原にいるのか。切りに行ってもいいな。刀欲しいよ。そうだ、ここでつまり吉氏の居場所を確認できるんだ。梶原さんだ。松送りもいる。まあそうじゃなくって、大名か。あれ、え、そうなんだ。見えないんだ。あの、一部のデータは。勢力見てみるか。あれ？あれれ？おかしいんぞ、これ。徳川家がない。え、家康って死んだ？もしかして。徳川どこだ？あれ？家康って死んだっけ？いや、そんなバカな。家康いるよね。なんで？いや、何もしてないぞ、家康に、俺は。もしくは、他の部門に、今川とかに取り込まれて、関係値が見えますね。北条とはいいの？いや、これ、どっちがいいんだろう？宇都宮、織田。織田絶好ってなんだよ。ああ、今川との関係か。あれ？おかしい。岡崎城行ってみる？岡崎城にいそうだけどね。ちょっと待った。ああ、そうだ。まだ家康じゃないんだ。松平元康なんだ。教えてほしい。くそー。まあそうだよな。ラブラブ度を代あげるとしたら鳥居さん。もちろん茶席。嬉しいね。引き抜きたいんで石川。これでどうだろう？会ってくれるかな？もう。なるほど。同盟関係にあると、こんなことを言ってくれるんだ。あ、よかったよかった。会ってくれた。嬉しいな。早く教えてもらわないと。昨日指示はしてくれない。ちょっと何個の例もしてこよう。あ、ダメだ。そうだ、月に1回しかできないんだ。手合わせしても意味ないしな。断られた。ホンダぐらいかな、名前としては。
あと、板倉なんか、別の、まあ、サイト見ることもあるんですが、身長130センチ台らしい。あとは誰だ、堀直政、前田、うん、キリに行こう。じゃあ目標変えて、小田原に行ってキリに行こう。用心棒まだ剣残ってるよな。まあしゃあない。戦力情報やっぱりでかいな。巨大だもんな。巨大マックスだよな。ここもしかも硬いし、攻略するのは難しいです。間違えた。こいつ誰だ？斎藤電気棒。何やったか、お安いものよ、リキュール。うわ、かわいそう。スカー牧伝門下か。じゃあ、小田原町へ入って、誰？参加結構贅沢だな。何をしようと、まあいわゆる武田の山田みたいな感じか。何をしようとする人間いるけど、果たして信用できるかどうか、そういう人間が信用できるかどうかっていう話だよな。来た来た来た。襲いに行こう。昨日指示はダメ。え？あ、そうだ。手合わせになっちゃうんだ。奇襲できないんだ。勧誘はしない。すわけないだろう。もちろん贈り物もするわけがない。ちょっと他の人を誘ってみるかって言っても、まあそんなにすごいわけじゃないよな。こうなると手合わせしてくれない。なんでラブラブ度上げてんだ。酒場行ってみよう。いいえ、用事分あと6日です。あった鶴地をもちろんおごります。今回は座で交易はしません。出ます。いちいち減ってるな。これで会ってくれるんかな。早く切りてえよ、吉氏を。そう、こいつ弓持ってんだよな。あ、そうか、自分か。避けやがった。結構強いんです、こいつ。
あんまり減らない。よしよしよし、後ろに早く回らないと。オッケーオッケー、あともうちょっと刺されるよね。あ、でもそんなにダメージ食らわない。チャンスチャンスチャンス。後ろに回った。いけー、オッケー、勝ちました。あ、でももらえないんだ。手汗勝ったとはいえ、さらに用心棒も味方につけてくれないのか。あと何日？ 21 日か。うん、鉄砲指示はちょっと間に合わないな。上げておきたいけど、そうしたらあの表情に間に合わなくなっちゃうからな。駿府行ってみるか。誰？伊丹さん。あ、いいじゃないですか。スイングも仲間したいですからね、いずれ来る時のために。ラブラブ度は 0.5 のまま。このまま行くと徳川家に仕えちゃうんだ。もう疲れてるのかもね。ん？用心棒はまだ解雇されてない。岡部さんだ。岡部さん仲間にしたいな。あ、ダメだ。あ、ノブトラいるじゃん。まあ、あの追い出された人間には用はないけどね。冷たいこと言うな、すごいあんた。武芸指示は20日なんでダメですね。うん、防御、本当に防御大事だからな。はい、何これ、価値は33は悪くないよな。槍使いやすいと思うんだけどな。なんか一部には区内が使いやすいっていう声もあるが、うん、ダメですね。出ましょう。じゃあなんかずっとまだ18日あるしな、旅に来てえな。まあ会ってくれないだろうな、武田には。まあいいでしょう。誰？信豊。まあ武田家ではあるんだよけどな。種子島。合戦で次はしないよ。ああ、小諸城内で果てたんか。小諸城、夏行きましたからね。ずっと小諸城を守ってたんだ、武田信豊が。17歳だったら64年なんで、47年か。うん。まだ信玄が亡くなってないところだから。勝頼をよく補佐してるってのは偉いよな。欲しいな、仲間に。こんなとこ、あの、オズ。無理かな、やっぱり武田のあれだと。まあ、どんどん。裏切るやつ。あ、ダメか。厳しいな。馬場さんは？馬さんはお会いできましたね。もちろん茶席。ラブラブ度が上がった？いやいや、初めてじゃないだろう。
どんどんラブラブ度を上げましょう。引き抜きたいよな。え、なんで小山田とかいないんだ。さっきの信豊の聞きたい。武器のことしか言ってくれないのか。なんかこいつはなんか性格が悪いよとか、いじめられたんだよとか聞かないのか。もちろん手足吸うわけにはいかない。あ、小山田本人だった。え、じゃあ次に、あ、間違えた。秋山なんか、あ、かわいそう。もちろん満金炭をあげます。まあ虚損剤でもいいかな。え、なんかあんまり良くなかった。満金炭の方が良かったか。あ、茶席してくれない。茶席の条件ってなんだろうな。ハーツタネ、勝頼って仲間にできるんじゃなかったっけ。あと継ぐ前に、あ、ダメだ。どっちか片方なんだ。プレゼントか茶席か。そう、欲しいな、味方に欲しい。手合わせしても勝てないだろうからな、強いから。武力85あります。勝てるわけがない。悪くはないけど、普通に戦ったら勝てないよな。戦いたくもないしな。腹つたね。まあ最初はやっぱり射席でいいでしょう。あと何日、10日か。あ、あぶ、あーく、なかなか会ってくれない。山形、これ何やってんだろうな。あー、会ってくれないな、しゃあないや。風林火山欲しいんだよな、なんとしても。え、これ何の館って言ってんのかな。辻が先館なのか。あとなんか北条氏康だったっけな、がなんか持ってるらしいけど、いい。出ましょう。時間がそんなないよな。宇治安に会えれば会いたいが、会えるか無理か。あ、スッパの里行ってもいいよな。会えないよね、当然のごとく。宇治政っけ。まあ、とりあえずまずは OK、 ラブラブ度がちょっと上がった。1か。宇治のりも、あ、宇治のりダメか。笠原、成田、長地かも。おお、プレイできた。誰やねん。
ちょっと待った。ちょっと札何持ってるか見てみよう。あ、こいつも獅子封じ持っとんのか。仲間にしたいな。仲間にして教えてほしいっす。そう、秀吉の勢力を軽視しすぎたよな、ジマさんは。そこがやっぱり最後本当に残念だったよな。そこまではすごい良かったんだけど。体調悪い。あと何日？いやいや、二日や、間に合わないぞこれ。早く帰らないと。遅刻遅刻遅刻。ごめんなさい。やばい。北条開催日だ。帰ってきた。さあ、表情です。1964年7月の表情です。まあ、合戦するかな。うん、もちろん妥当。もちろん意見はするけどな。坂本城か。あ、ついにここまで来るんだ。上洛本当に一歩手前ですよね。まあ勝てないと思うから却下されるだろうな。うん、まあ妥当です。さあ、これ、戦いですね。多分、坂本城ってそんなに硬くないから勝てるんじゃないかな？フラグ、かっこフラグ？おー、小谷城って言ったら、まあ、浅井か。で、やっぱり、ちょっと、家康にも味方してほしいね。ちょっと遠いか、家康は。相手は12,000。ちょっと倍はな、心持たないかも。援軍要請。曽根と、名古屋城と、お前来い。まあこれぐらい出せば来てくれるでしょう。うん、まあ野戦になると結構このゲームめんどくさいんでね。野戦下手だしね。まあ、交渉しても今さらしゃあないんで。変えられんの？これポジション。委任しでもしゃあないしな。主導って何？ここは無理だな。あ、ここを変えられるだけか。じゃあスタート。会員戦闘でもいいのかもしれないな。一応二条城への通過点でしかないからな、本来は。
まあ1ターン目はまだ開けるターンじゃないんで、奮闘努力。おーっと、モチベが結構下がるんじゃないの。まあまあ下がる。勝家、まあ、合戦場のライバルだよな、勝家は。強襲はありますが、今5か5っていきなり縄文爆破可能なんだ。ちなみに5は威圧とかも可能です。モチベを下げられます。でもね、早く縄文爆破した方がいいです。なので船内病炭、実質これ2を2の気力を上げられます。まあみんなにやってもらって、とどめは自分が刺す、これこの戦法ですね。勝家とかがめんどくさいけど、あ、雨降りだした。熱湯って効くんかな、雨で。本当、ガマを片ひでだ相手は。今戦ってる相手って六角かな。いや、いくらでもある。後のことは気にせず打って打って打ちまくのじゃ。いやいや、打ちすぎ、えぐいな本当。まだだな、まだ縄文爆破してもしゃあないしな。射撃でもする。まあ、こちらを被害減らす目的はありますよね。カズベラシは相手の。これ途中で薬とか飲んだりできるんだよな。まあでもまだいらんよな。これ六角の多分正しいか分からんけど能力です。アザイはこれで助けに来てくれるってことかな。まあ現在の勢力図ですね。アザイは同盟組んでるので攻めに行くわけにはいきません。一応攻められるのか。まあ同盟領は通過できるんだ。だから朝倉のとこは攻めに行けるんだ。まあ、ここ結構めんどくさいからな。こっちにも行けるんだな、一式とかと。まあ、勢力上げれば秀吉が城主になれるチャンスも広がるな。早くこいつ潰しちゃいたいな、筒井を。三好が結構めんどくさいからな。畠山もいるし、うるさい雑賀衆、それから今雨だからヒアとかは無理だから、激励とかも別にしないし、やつしてもしゃあないしな。普通に射撃でいいと思います。
多分あのタイミング的にもうちょっとギリギリで開くとこまで来ると思うんで、数合わせで、ね、なんか怖い、顔が怖い。オッケー、くこれでもういけんじゃないかな。縄文爆破いけー。え、ダメだ、結構硬い。あかん、他に手柄を取られちゃう。甘く見てた、この坂本城の門の強さを。と言ってる時に野戦来た。野戦嫌だな。あれ？千成秒短。持ち秒は確実に上げておきましょう。持ち秒じゃないや、特技を。まさに自分は川渡れないんだ。川渡れないから左に早く行かないとダメだ。まだ多分、まだ船内病棟使う価値はあるな。この船って、船のとこって回り込もう。多分このまままっすぐ行ってもやられるだけだから、橋を渡ることを優先しようと思います。おはんべいだ、ビー、いや弓じゃないだろそれ、ビームだろ、ビーム出てんね。え、なんだ、新速かな、新速行こう。あー来たな。おっと、鉄砲が。本当努力。あ、川渡ったやつがいる。これ船あると川渡れるんだろうか。それともその能力を持ってんのかな。特技かな。一斉射撃は。お、ナイス！決まりました。武田との、クロスアタック。飛び出せ、スイートクロス。あ、
次こいつ狙い撃ちしよう。忍者か。この目刺すと強いけどな。撃破された。あ、よしよしよし、ビームで。お、アザエが追いついてきた。あ、追いついてきたんじゃなくているんだ最初から。お、モチベが下がった。今何を撃てる？今まだ2しかないのか。どうしようかな。あんまり戦いたくないな。まだ多分滅びないと思うんで。あんまり前行きたくないから。ここで千成秒短。近づくのを待ちましょう。適度に距離取って、いいですね、いいですね。ナイス、まあ、やるんですけどね。感性ってなんだ、こんな技あるんだ。よし、連携攻撃 OK、 ナイス。いやー、いいや、なんかね。あ、去っていった。いや、野戦もだいぶ上手くなってきたかも。まあ、反米のこれあれの貢献度も上がりますからね、いいことだらけです。いや、これもう交渉する価値はあるよな、今二の丸だから。援軍はもうしないんで戦闘続行です。しないでいいでしょう。いけいけいけ、まあでも奮闘努力。今は5つか、縄文爆破してもいいけどね。まあここは冷静に状況を見つつ千成秒短で。アレックスを自動手動で動かさないとダメなのか。いや、でも反米との連携攻撃が綺麗に決まったような、かっこいいな。悪い顔。いや、もう対抗に試練の配信のなんだろう、ペース上げていこうかなと思ってます。なんか他はまあ A 列車9とかファイプロとかシティーズスカイラインとかもあるし、まあ5日に一遍ぐらいのペースでウィポやらなきゃいけないんだけど、他のゲームもあるけど、トラックとか全然やってないよな。トラックとか
あと最近始めた、ドラゴンボール2の大魔王復活とかも、あとトルネコとかもやらなきゃいけないんだけど、ちょっとな、ゲーム数多すぎるからな。対抗力試練楽しくなっちゃったんで、結構対抗力試練のペース上がるかと思うんで、他のゲーム好きな方もぜひご理解いただければと思います。だって対抗力試練別に秀吉終わっても藤吉郎終わっても別のキャラでできるしね。永久に遊べるゲームです。コスパいいゲームだと思いますよ、対抗力試練は。長時間配信になるかもしれませんね、対抗力試練は。あとね、ファイプロも結構もっと時間、長い時間やりたい気は、もちろんあるな。ファイプロとか、ウィポあたりも。ひぜめ来た。ひぜめはどのぐらい減るんだろう。ひぜめ結構減りますね。戦闘力にもよるからな。光秀だからな。まあまだ早い。ヒアが撃てるんでヒア撃っとこう。ビーム。あ、一人だけなんだ。ヒアって一人だけなのか。使うのは考えどころですね。あ、まあ確かにいろいろやれるけど、お、そっかな。早くギブアップしろ。命は助けてやるから。お、信長本人がひぜめ。どうかな、次のターンまで持たないかもしれん。二の丸がギャンブルだな。とはいえこれで縄文爆破しても落とせないしな。まあ普通に射撃でいきましょう。ひぜめやるってことは結構耐久力落ちるしね。二の丸を自分で落としたい。ビーム。あ、出た、三河武者。欲しいな、能力だよな。三河武者強すぎんだよな。早く三河武者教えてもらいたいよな、家康に。うん、妥当です。さあ、ガモですね。相手はガモ片秀で、まあ妥当でしょう。うん、妥当です。さあ、これでどうかな。とどめ刺しやかったんだけど、何の丸。
君子は、よしよしよし、ダブルスコアつけてるよね。先行を見て、空港155となりました。勝家を上回っているのは嬉しいよね。空港ってある、自分にも空港ってあるんだ。ハンベはあんまり空港もらえなかったな。まあ最下位にはならなかったけど、光秀は上回ったけど、うん、二三六角。ラブラウドはもうピークです。まだ16歳だから48年生まれか。岸和田城主か。うん。うん、府中って、駿河府中って、静岡城のことだろうな。あ、そうだ、それでいいんだよな。まあ。あげてもしゃあないしな。まあ、リキュールあげましょう。自宅に戻ります。エユック様、武具を好み、ありがとうございます。金庫は37,000か。まあこのぐらい持ってたら、あの交渉には十分だろう。金稼ぎしに行くか。え、ちなみに松平元康とのラブラブ度って松平は結構人いるんで出てくると思うけどな。 あの勢い 見せられたらちょっとなんとか早く札欲しいなっていう感じはするよな。この三河武者強すぎるんだよな。これチートだろうこれ。戦場で見たけど、まあ他にもいろいろ持ってるからな。でもまあ今場所諦めます。今場所じゃないけど、今場所ってなんだ、誰かいる？堀直政と又四郎と成田さんと、あ、そうか、こんなとこで探さなくても足利は並ぶことで調べることができるんだ。この並び何なんだ一体。この並び順の基準がわからん。文字コード順なのかな。ここら辺、ああいう順とかにしてほしいよな。振り仮名りし。足利探してんのに時間かかりすぎだよ。あ、早く足利を切りに行きたいや。足利がいない、篠宮や、いるいるいるはず。
いた小田原の町だ。この15プラスなんです。村正だけで15プラスなんだよな。えぐいな、ほんと。ラブラブ度は1ですね、今。まあ、あれプレゼ、なぜかプレゼントしちゃったからな。大垣城行ってみる？ミスか、そういえば兵力も増やしていかないとダメなんだな。金を稼ぎたい。目方からの方がいいだろうな、攻撃ルートとしては。目方行って陶磁器を買おう。全部交渉ルーレット。あー、ダメだ。なんか欲張ってしまった。あんまり儲からなかった。これで京に行こう。その前に、でもその前に坂本城寄って行こう。いないんだ。ああ。式だけか、上がるのは。今日へ行きます。誰？ラブラブ度は 0.5 なので贈り物をプレゼント。足屋釜辻斬りしたくなってくるんだよな。えぐいな。フロイスだ、もちろん。出た、テト、ゴルビー。難しいです。でもまあチャ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 。あ、これダメなのか。え、何やってんだ。まあこうしよう。これこうで、時間制限あるんだ。考えは難しいな。これ曲げられないの？ダメなんだ。方角曲げることってできないんだ。注文人。ここ置くとなんか何もなくなるからな。
これもダメ。これここかな。まあダメだな。連続かよ。褒められた結果ではない。刀狩り来たー。翔平、300巻ぐらいあげましょう。一応セーブしとっか。さっきの合戦の効果もあるし、運行は2204になりましたね。これで開口は2ですね今。じゃあちょっとザネ行って売りましょう陶磁器を。もちろん全部オッケー。危なかった。で、葵を買います。葵ちゃん。交渉。投資してみよう。200ぐらい。石卓行ってみよう。クスに変えるのは石卓だけだもんね。マンキンタン10ぐらい買っとけばいいのかな。もうちょっと買おう。せっかく来たんで20ぐらい買っとこう。美術か。医師、イーツ師匠持ってたらなんか人の病気治してラブラブ度が上がるらしい。ちなみに医術は、1しかまだ持ってないですね。取ってもいいんじゃないかな。貝も欲しいな。長宗壁とかも貝持ってんのか。吉岡派がいいのかな。葵を買ったんで、じゃあ石山に行きましょう。これが一番早いよな。慣れたらやっぱりUI もよく良い感じに見えるよな。結構稼げる。最低保証ですからね、この金額。あ、大当たり欲しかった。
医者までは紙を買います。全部あ、惜しい。投資300ぐらい。規模上昇ってあるんだ。あ、つまりこの金額を投資しないと規模上昇しないんだな。でお酒屋に行って、いいえ、用心棒、ここでは用心棒高いんで仲悪いな。はい、まだ23日。いいえ、ここでは本当に勧誘かな。騎馬支持は無理だな。騎馬も上げたいとは思ってるんだよ。武芸も上げたいとは思ってんだ。次堺ですね。堺は千利休です。これ奮発したいよね、本音としては。ラブラブ度これで2位上がりました。ラファエルのラブラブ度は 1.5 か。コスパが 4とか欲しいよな。4の OK。だいぶ安くなりましたね。嬉しいです。全部まあしばらくはいいか。出ましょう。で、座に行って売ります。紙をもちろん全部。OK、 大当たり。これで8900。いろいろ投資点は関わらず、交渉
あ、早かった。7800、まあ300ぐらい今回は。須田早急にですね。これでラブラブ度が1.5に上がった。あと何日？18日か。千利休へ。あ、最大ですね。まあでもこれ持ってもしゃあないしな。お、なんか持ってる。お、これも価値5なんだ。ああ、いいな。なるほど。サブ価値っていうのがあるんだな。それぞれ装備品みたいなもんで。評価かな。どっちでもいい。何これ。いやいや、高い。さすがに無理。10ぐらい。そうですね、まあいいでしょう。職人宅、いただきます。で、また制作依頼、いいでしょう。米屋もある。あと16日。で、今回、硫黄買ったんで、今日に戻って茶を行くっていう感じかな。たくさんいるな。小笠原に行こう。種子島。この人は何だ？ガレシア夫人の要請に応じて夫人を槍で突き冷やし、講師に自らを重視した。だって。細川はあれだもんね。なんか勧誘したいな。増田さん。増田さんはラブラブ度がもう少しでカンストですね。まあ、リキュールでいいでしょう。風船っていうのもあるんだ。これでラブラブ度カンストです。上条さん。ラブラブ度は0.5。剣士か。
へえ。もちろん。辰之助。何これ。見習いなんだ。あと何日？15日か。本来今日に行きたかったわけで、今日に行きましょう。あ、待って。人物予報でラブラブ度は、ラブラブ度をしっかり見ないとね。これでラブラブ度カンストです。開口は2になってますね。今よう売ります。よう、あ、ダメだ。まあ鉄砲で妥協ですね。こうかかるな。まあ200ぐらい。あ、違う。ザで、買わないとダメだ。お茶を買わないとダメ。チャージマン。もちろん全部。リズムゲーだね、これ。あー、ちょっと焦ってしまった。で、堺に行って針を、針と交換か。その前に、あ、もうラブラブ度は普通に上げましょうか。いや、いい。これ御所とかに入れないの？ダメか。職人宅。いや、もちろん。で、堺へ行く。あ、芝さんだ。芝よしかね、なんか津川製になるんだ。かわいそう。三好氏につけんのか。あんまりまあ重要人物じゃないからな。でちょっと上がった。まあ有能な人だったらラブラブ度簡単に上がるからな。
OK、 お当たり5000、これはでかい。1万1000になりましたね、資金。針を買う。リズムゲーだよな。あ、惜しい。ちょっと早かったタイミングが。販路も増えるんだな。あと12日になりましたね。でこれで京都に行って売って最後か。今浜で売ってもいいかもしれないですね。今浜に行ってみるか。今浜って別に見つからないの。まだ12日あるから今浜に行ってもいいのかな。今浜ってあ、金は得得だ。あ、ダメだ。多分関ヶ原を越えるときにいるはずだから、今浜だと賊に合わないんだ。浅井家滅亡時戦士か。え、そうなんだ。解放って振りましょう。全部あ、早い。で、陶磁器を買えばいい。今浜では全部あ、惜しい。で、これで石山へ行けばよいか。ちなみに酒場にここで寄ります。買いません。用事棒雇います。高くても強い人、安い。
じここらへんってあるんだ。で、石山に行って、これが最後かな。石山さんだ。ラブラブ度は1。全部オッケー、大当たり。これ最後ですね。一応300ぐらい上げておきましょう。あ、違う。これで結構稼げた。まず一旦本拠に帰還しましょう。あ、竹中半兵衛じゃないですか。もちろんあのラブラブ度ピークなんで、前回この合戦の炭酒をあげましょう。茶席。今ラブラブ度はまだ1か、なかなか上がらないな。山城国の統一に変わりましたね。はいかな、欲しいな。仲間になってくれる人おらんかな。ラブラブ度は1。自宅へ。自宅あれ？ちょっと待った。あ、いきなり来た。これ体力回復。宿屋、まあ、ああ、フルになった。で、金庫で、入金して、5000入金しましょう、今回は。確実に、所持金を増やしながら、ね、4万に溜め込みます。内保留、内保として。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。あと4日か。で、連携上で一応施しもしときましょう。まあ、最大700か、やめときましょう。ルンバか。でもそろそろ多分徴兵もしかしたら主命として求められるかもしれない。光秀、間違えたけどまあいいや。ガモ、来たね。そんなこと言ってたらセーブしましょう。で9月1日ですね。知ってる。合戦か。じゃあもう二条城行くかもね今回。来た、二条城。ついに、ついにその時がやってきたのか。これ成功すれば上洛成功ですからね。まあ意見するんだけどな。軍備、ね、やっぱりねちょっとなんか足軽少ないんじゃないかなと思ったんです。あ、でも武将のままだ。まだダメか。お、今度は家康が もちろんあのもう勝家偉そう。さあいよいよ二条城の攻略となります。まあ固い城ですけどね。相手は三好だったと思う。49日分のあれです。一番人か。でもちろん倍率いってないんで不安です。援軍要請します。もちろん小田以上から来てもらいましょう。いつも通りかな。交渉は何がある？
渉成功すると、あのすごいあれするんだけどな、自分で交渉しに行ってもいいかもな、断然有利になった時点で。他の人に取られるんだったら、うわ、なんだこれ、このビーム やばいだろ、ビームじゃないけど、嫌わ。いいか、これね、どうしようかな、相手のあれが少ないから、まあ最初さすがに千成秒単で行くけど、火は使ってみるか。あ、いや、火は使わんどこ、射撃かな。あ、いい、悪くないな。よし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 、100人抜き、3倍以上だからな。これにさらにアザイも加わるわけで、ビーム、えぐい、全部使えますね。今ヒア使えない、わ、えぐ、本田忠和、野戦か、普通に入っちゃってるよね。で、特技でこれ千成秒単。近づいてきた。一応これあれがないからな。行ってみるか。で、神速、お、伏兵っていうのがあるんだ。三好も伏兵使ってるんだ。山を早く取りに行きたいな。連携してくれ。半兵衛まで伏兵使ってんのか。山はこっちか。東の山に身を隠そう。で、どれがいいのかな。攻撃は最大の防御。え、何？いや。本当努力。
今3ですね。剣士でも使う？ん？奮闘の効果、奮闘と排他なんだこれ。ビーム。あ、攻撃された。だなあ、みんな。そんなにヒアも使える。でもな、なるべく 連携したいね。千なり秒単でいきます。やばくないかこれ。左あの援護しに行った方がいいかもしれないよね。まあビーム食らってるんだが、ナイス。連携ダメなんだこれ。おお、ナイス。三好義興撤退。おお、バトル。三位ビーム。ビームを打つ。お、連携した。いやー本当にいいよな。さあ来い、連携スイートクロス。一斉攻撃が足りない。しかしやるしかないでしょうこんなの。うん、ビーム。さらに追撃。もちろん聖なり秒単。助かった。あ、これ終わりだ。奮闘努力。おっと、追撃。俺も追随するぞ。ダメな千何秒単だ。
うん、予選勝利。これ下手すれば次あたりのターンでまだ大手門別に場外退去でもいいと思うんだけどな。やってみる？まだ早い、あ、早いかな。あ、交渉力って使っちゃうから無理なんだ。じゃあもう行きましょう。援軍要請ももうまだ追いついてない段階だが、でも野戦でしっかり勝てたんだし、よし、良いでしょう、良いではないでしょうか。本当努力、全然ちなみに大手もぶち破ってません。1万4千だっけな、最初のあれって。ビーム、サミダレいいな、サミダレ打ち。ビーム、それを乱射するってえぐくないか。恫喝、モチベを下げていく。恫喝も有能だな。ちょっとこれ恫喝し、うちも恫喝してみる。いくつだっけ、恫喝してみようか。まあまあ下がった。大手門は無視して鉄の敵の殲滅を狙ってます。そうだろうな。さらにビームがだいぶ減ってきたな。そろそろ使い時か。縄文爆破、あ、無理だ、雨だため使えませんってなってる。そんなに秒短、これもチート技だけどな。あ、出た、三河武者。あー、羨ましすぎるだろ、これ。モチベが一気に下がります。やばすぎるだろう、もの、三河武者。その間宇都宮家滅亡です。雨やんだよな。よし、こじ開けよう。まあモチベを上げることで精一杯です。当然攻撃はできません、こちら側の。あかん、あ、
よし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 、わずかに残ってしまったな。だからまあ力攻めで十分です。うちがお手も開けました。これはでかい。おお、すごい。どんだけ減るんだ。まあまあ減る。縄文爆破よりはの下だから思った以上に減るな。恫喝するか。あ、いや、威圧でもかけとく。あんまり減らない。普通に打った方が早いかも。どうですか。降伏か。やりました。トップはうちですね。また勲功をあげちゃったよ。2位は光秀です。半兵衛3位だ。勝家は意外と勲功をあげられなかったよな。戻っちゃうんだ一度。北畑。わしの言葉を考察に記しね。うん。これ京都に行くだけでいいの、考察って。まあセーブしときましょう、とりあえず。これ今日の町移動するだけでいいみたいですね。はい。じゃあ今日に行くか。
もちろんあの目方に最初行きつつですが、見分け滅亡、悲しいな。全部この人です。痛いなこいつ。龍太郎風右衛門船もある。誰かわからない。あ、吉氏、吉氏、これあの出るぞこれ、小田原から。さあこれで考察を立てることができたんじゃないかな。それはね、ルールはちゃんと守ろう。あ、これは別に、あ、菊亭さんだ。ラブラブ度3にもなってますよね。二条城じゃ。吉明との出会い。そうか、吉輝って兄だったんだ。慣例処方札、これってなんかどっちだったっけな。鎌倉も慣例あったし、室町も当然あるだろうからな。え、それだけ？嫌です。ん、なんかいる。細川藤鷹。足利から織田にチェンジしたんだ。そういうことか。不安になって信長選んだんだ。で、そっから、本能寺では、
秀吉心中した。あ、なかなか能力高いじゃん。そう、まずはやっぱりラブラブ度を上げないと無理だ。わびさびの心、手合わせしたら負けるよね、これ。武力だけは低いんだけどね。ちょん茶席、あ、こっちはおまけだよな。ルイス・フロイスを信長に紹介したのがかの、でも結構早く亡くなってるよな。偉そう。そうか、同盟になったんだな。今日の町で、今日の町まだ葵売ってないや。ラブラブラピークです。陶磁器売っときましょう。今日で葵を買いましょう。で、ダメか。ちょっと待って、あと41日か。で、87なんで、ここで薬で体力回復しといて、もちろん3体いるからな。出ないやこれ。切られます。あ、でもそんなに切られない。逃げよう。時間制限ないよな。そう、移動速度が上がったな。無理だ、受け合えた。で、切られる。勝
せないだろうこんなの。直線で逃げましょう。そっち切るのか。負けた。3体は不利だろう。気合って何？何やってんだ？相手のとにかく動きが早いんだよな。何？うわ、ビームが。何で近づくんだ。避けられた。当然相手に切られて終わります。蓮舫ってどのぐらい持ってたっけ今。蓮舫は、あ、蓮舫ないじゃん。蓮舫やらないと。早速マンキータンで回復です。あと何日、あと20日か。かな。でも蓮舫、あ、出た、あれか。回数制限あるからな。何を選ぶかだよな。ないんだ。じゃあこうしましょう。
うん、あんまり意味がないかも。分かった。あと5日だ。キータンを飲む。無常までの期間変わらずか。ん？今何持ってたっけ？葵だか葵ちゃんか。あ、石山じゃないとダメ？石山じゃないとダメか。石山遠いんだよな。はい、買いましょう。全部一件大当たり。でもって今石山にいるんだよな。石山いて、大根を買っと、大根を買って今日に行きましょう。全部、まあ、いいか、もういいや。石山で紙買ったら堺に行くことはできるけど、間に合わなくなる恐れあるよね。なんで出ます、帰ります。ラブラブ度は 0.5。安井道頓、安井道頓のな、芝さん、芝さんは 1.5 か。お、プレイできるようになった。この人誰？また白。安井道頓、誰かわかんない。畑野さんだ。はいはいはい、丹波ね、丹波の人か。申しをあげましょう。これ誰？これ誰かわかんない。あ、三人わかんない人がいる。あ、服部半蔵だ。服部くん。あ、でももうラブラブ度がある。あと二人。いなですね。これ徳川の家臣です。イナックス。
ともう一人三日かあと。うん、そんなにすごい人じゃないっていうのいう感じはある。あとこの人にも会いたい。お鳥元だったじゃないですか。これは有能。おお、すごいな。有能だな。有能というか、なんだろう。武とか、その、勇敢度が高い。忠義者だよな。鳥元忠は。仲間にしたいよね、早いこと。じゃあ帰ろう。ほっか、まあほっつき歩いてる人って誰だ。木曽さんか。まあ帰りましょう。ん、今井早急。あった、お金だ。壺？主名？あ、爆弾マサ。そう、ヨシテル実行犯。出たー、出た、ボンバーマン。お、なんか来てる。本当にね。なんかいろいろイベントがあるよな。いやいやいや、よく言うよ、ほんと。焼肉定食っていうのか。いや、安堵はしないぞ。行きましょう、自宅へ。た、あ、蜂須賀だ。もちろん応じます。
これ食えないかな。で金庫で2000入金。今回は少しずつ持ち金は増やしていきます。もちろん。さあこれでまあ金単1個分の効果、満金単1個分の効果はあるからな。誰に会おうかな。なんか本当に増えたよな味方も。もちろん薬渡しましょう。どっちでもいいよ。満金丹渡さないとダメ？ダメっぽいな。としえラブラブだ。まあかわですか。違うと休日は両方とも有能だもんな。有楽祭。あ、そうなの。夏の陣まで徳川にいた、豊臣にいたんだ。弟なんだ、有楽祭って。やっぱりね、え、1でいいの？さあ、来た。ガモンも加わったな。うん、知ってる。次はやっぱり筒井だよな、狙いは。これ最後にするか。22時ぐらいまでを予定しております。まあ文句はないです。どこ？勝龍寺城か。残念。まだ武将だからな。そろそろ格を上げたいな。あ、今度は二条城から味方が増えるんだ。行きます。アムロ行きますじゃないけど。あ、もうこれ味方がついてない状態でこれはやばい。あ、備え対象でしかいないじゃないかこれ。援軍要請はしません。あ、援軍要請した方がいいのかな。ん？え、松永味方につけられるんだ。ケチかもしれんけど、まあ5ぐらいで来てくれないかな。ダメか。これで援軍はダメか。終わりか。手に明け暮れてるな。でもお金大丈夫なんかな。お金とあと兵士
今のとこやっぱり成長してるからいいものの、なんか弱そう、ペラペラ。トッパス、千なり秒太、まずはまあ半兵衛すごいな。半兵衛の指パワービーム、もう一旦いる？超音爆破で爆破できるかな？不安だな。あんまり減らない。いずれね、意外と硬い。まあ、攻撃力の強さにもよるんだろうけどな。まあまあ減るもんね、いずれね。オッケー、すげえなこのビームの乱射。まだ撃つのかよ。戦況一覧、でここで縄文爆破。あー、くそ、わずかに残っちゃった。でもな、ここでやらんかったら、破壊されてたもんな。もうなしか。え、本丸しかないんだ、あと。えぐいな、ほんと。無理でしょ。まあまあ、もまあ持ってんのか。で再度千なり秒短。めちゃくちゃすごい山があるな。山際のとこだよな。これ
だろう。まあ、新速使ったれ。でもな、なるべく相手を引き寄せた方がいいと思うな。あんまり突出するな。手元に置いてくんな。これいけないんだ。どうしよう。今6か。そうなんだ、全部。あ、ビーム来た。結構ダメージ食らってんな。これって連携できるんだっけ？連携無理。まあ普通に船内病棟で早く来いよ。これするとどうなるんだ？あんまり叩き潰せない。さらについじゅんけ本人がいる。
確か総大将を破ればいいんだよな。総大将狙いっていう手もあるんだよな。今何 ?3 か。3は無理だな。まあ普通に攻撃かな。わ、二方向へ。ビームが。水準計潰しちゃおっか。最初狙ったろ、こうなったら。あ、ビームが。チャンスじゃないのこれ。OK。壊滅させたら多分あの空港でかいと思うんで。変速。お、いける。筒井純慶直接攻めたれ。挑発かな。あー決まらなかった。ならば
あ、逆なんだ。撤退していった。ダメか。普通に強襲かけてみるか。あ、結構増え減るな。うまい人はうまいな、本当に威圧。もちろんモチベ上げていく。えぐい。あ、でもそんな下がってない。壊滅状態だな。これって演説が高いければ勝ち。ん？なんて？演説実行する備え対象の演説力が高く、うん、相手低そうだよな。あれもそんな下がらんか。でも確実にモチベ下がってるよな。なんで？ああ。あ、なるほど。軍団長を解明させれば勝ちだったんだ。OK。トップです。でも、勲功は、あ、146になった。本人です。誰だっけ？としえに技能指示、弓術。じゃあ、オッケー。あ、弱いな。今日で同じ。OK。あと2つか。
あ、まだあるんか。あ、ダメだ、全然高い。あー、ダメだ。オッケー、2つ取った。不要にあげとくと。オッケーです。ラスト。あー、外れた。でも号泣がある。敵一人を、攻撃する弓術の秘技。勝てるわけないだろ。避けなかった。なんだよ。どうせ勝負しない。気合い。え、嘘。なんか遠かったんだけど、やえんの？それでも。巻きあり。無理です。勝てるわけないです。プレイできる。あと30日か。あと誰がいるんだ。てか仲間にしたいよね、誰か。上品。そんなに強くない？難しいな。ある程度距離取っとかないとな。移動速度速いから巻き。え、なんで近づくんだ？避けた。
時々あれする時あるんだよな。こうだ。オッケー、あと一発。嫌いなかった。これでどうだ。ああ、まあ透明はさせなかった。チャンス？チャンスかも。あ、避けられた。あー、くそ。おお。避けられた。なんだよこれ。ん？な、謎の行動。決まった。勝った。山内和豊に勝った。これって仲間にできないのかな。あ、上司にならんと無理なのか。鉱山だ。初めて聞くな。まあやってみるか。何これ、敵一人を今日鎖鎌の秘技。あ、毒だ。かも。もちろん。なんかもうやれること多くなったよな。90まで体力回復。1000。ラブラブが高いのか。
建築はダメだ。建築作りたいんだが。白石火城って何？え？何それ白石火城って。初めて聞いた城の名前だ。白石火城は、ま、松江にある。宍道湖の北岸にある。はい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 。白石火城初めて聞いたからちょっとわからんかったな。うん、山城と。いらん。これ合ってたらどうなんだ。ラブラブ度が上がったり。するんかな。え、これはわからん。たい。あと4日。このクイズ正解するとどうなるんだろう。浪人を引き抜けばいいのか。まあ今は無理だな。
誰か浪人いるかもしれん。いや、さっき、ああ。そうそう、浪人の引き抜きとかもやった方がいいよな。浪人って歩いてる人たちだよな。夜長秀ってあれ夜中神か。じゃあ用はない。ん、駿府でなんて信虎か。興味はないな。気がつけば。当家の。もし事物いなさすぎだよな。もちろん払う。もちろんいい。早速。お、何？うん、上洛ないし遂げたよな。嘘だろ？早っ！こんなに早いタイミングで煙たがることってないんだがな。なかったはずなんだけど。ギクシャク、おめでとうございます。
ダメだ。うちは上司にはまだなれなかったな。いいよ。もちろん意見するけど。邪魔なんだよ。お、行く。勝龍寺城を攻めよう。勝龍寺城ってそんなに強い城じゃなかったような気もするんだけど。ああ。まあ、隣だからな、二条城の。山崎の合戦でも非常に重要な、明智側のあれになった勝龍寺城ですね。あんまり役に立たなかったらしいけど、少しお待ちください。と、あ、でももう、これで、合戦っていうところで、ここで、終了したいと思います。まあ多分三好は味方連れてくると思うんだよな。だから野戦になるのは必死だと思う。5000しかいないのか、ここには。はい、ということで、ついに上略を達成しました。織田信長、足利義昭を擁して上洛でしたが、その足利がこんな動きをしてるみたいで、ぎくしゃくしてまいりましたね。一方柴田とかが城主になれたんで、そうそう城主になりたいなとは思ってますが、私いつなれるのでしょうか。ということで、一旦今回はここまでとなります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォロー、アカウント、ぜひお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。この動画は YouTube に2日後、16日21時頃に、プレミア公開でアップロードいたします。ぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネルアカウントフォロー&ムービーグッドボタンプリーズ。 This live archive アップロード YouTube アカウント2 days after。 そして最後に Twitter、 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントフォローお願いします。リポスト、いいねもぜひお願いします。Twitter X マイアカウントビジット&フォロープリーズ。グッドボタン&リポストプリーズ。対抗立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。